間ゴールキーパー Road to 2050。 FC 東京が毎月開催しているゴールキーパークリニック、プロの指導者から直接教わることができるとあって、7月も小学校高学年の子どもたち20名が集まった。その中には去年まで現役だった阿部信行さんの姿が。 J リーグ5クラブを渡り歩き、去年現役を引退、今年から古巣 FC 東京のゴールキーパーコーチとして指導者の道を歩み始めた。あ、いい声だ。現役の時はもう自分がとにかく活躍するため、自分が試合に出て勝つことの逆算でずっと活動してたんですけど、今は子供たちにどれだけキーパーの魅力だったり、少しでもゴールキーパーの良さを伝えて上手くなってもらってやりがい感じてもらえるかっていう、一つ一つの言葉責任持たないとキーパーの魅力をこう伝わらなかったり、サッカーの楽しさが伝わらなくなってしまうっていう恐れがあるので、そこは気をつけています。子供たちに言葉を使ってゴールキーパーの魅力を伝える、プロ生活とはまた違った難しさもあるが、やりがいを感じている。そこで指導内容を決める打ち合わせに潜入させてもらった。実は子供たちの夏休みに合わせ、8月には特別なクリニックが行われる。募集人数もいつもの20人から8人に絞り、より深い指導をしていくという。キーパーだけで1時間ぐらいをもらえると思うので、4人で50分ってもうめっちゃできるよ。自分はどっち狙えばいいとか、そのチャレンジャーのカバーみたいなののフォーカスにもなる。サイドボレーみたいなのってあんま推奨してないんじゃないの？内転筋のなんかその作りがまだ。あ、そうなんすか。ってなんか俺誰か聞いたんだよな。プロの経験を生かしながら子供たちに合わせたメニューを考えていく。一番わかりやすい、あ、これ出れる出れないっていうの、結構ここから見せるって。でだからなんかサッカーのコーチとかってキーパーみたいな、今の出れるだろうってすぐに判断できるの、多分あっこから見てるから。8月は4日間にわたり開催され、ボールを使った練習以外にも座学などもメニューに盛り込まれている。子供たちが普段教わることができない濃密な指導をプロのコーチから受けることができる。 FC 東京がここまで子供たちへの指導に力を入れる理由は、カタールワールドカップで活躍を見せた権田選手をはじめ、世界で活躍するゴールキーパーの存在に、将来高いレベルでプレーしたい子供たちが増えたため、大きな夢を持つ子供たちのサポートをしたいと普及本部長の湯浅さんは言う。小学生年代とかゴールキーパーを教えるコーチというのは、まあ、正直多くはないと思ってますので、そこを FC 東京がやることでゴールキーパーを好きになってくれる子どもたちですとか、よりこう技術的にも高めたいというキーパーの子どもたちにそういう場を提供するというのは大事な使命かなというふうに思ってますので、早くから専門的なゴールキーパーの指導を受けることは高いレベルを目指す子どもにとってとても重要。8月のクリニックで大きく成長する選手も出てくるかもしれない。普段やってるクリニックよりこのメニューだったらもうほぼ全部網羅してゆっくり一つ一つ丁寧にやれるなっていう、そこはもう大きく違うかなと。この夏子どもたちの成長を追いかける。